さい。はい。来た来た。はい、どうも。来たよ。電車に揺られ。来たよ。1時間ぐらいですかね。後ろおかしいね。後ろおかしいね。バレた、バレた。バレました。みんな。もう回ってる、回ってる。落ち着け。お母ちゃんよ。あ、こっちや。じゃみんな。横浜降臨はい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 、行きましょう。横浜アライブ行さあ、やってみましょう。イエイ、やってみました。はいはいはい、どうしましょう。緊張は解けました。お母ちゃん見てる？お母ちゃん、お母さん見てますよ。お母ちゃん見てないと思う。見てない、見てますよ。お母ちゃんは見てないと思う。お母さん、いや、それでは、はいはい、いや、今日は初めての撮影ということで、うん、そうですね、いや、横浜から、はい、うさぎです。ました、僕たち、うさぎです。横浜で、アライブと、アライブで、アルブという名前で、はいはい、横浜でやらせていただいてます。やってます。いや、それでは自己紹介の方。僕、あ、そう、冷えてたらまだ張りっぱいで冷えてます。風邪ひいてる、風邪ひいてる。昨日早退したからね。若干熱ありますってことで、まあ、それでは、僕が葉月かゆりという名前で、はい、代表、代表、かっこいいよ、まだかっこいい、かっこいいよ。正確に言うと来週からね。ワクワクしてる。めっちゃコメントになっちゃうこれ。ということで、じゃあ続きまして、はいはい、自己紹介。右寄って誰や、俺じゃない。右、右、右って俺や。りょうちゃんです。お母ちゃん見てる。りょうやで。おはよう、お母ちゃん。そう、お母ちゃん大好きみたいな。はい、続きまして、やば、あ、僕、あや、あやと、あやとです。神じゃないかい。あやとです。苗字、苗字。あ、宝条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 。それ大事。まさに、まさに見てますか。あれ、お母ちゃん見てる。お母ちゃん、お母ちゃん、あれ、お母ちゃん見てほしいですけど、まさに見てほしい。大丈夫。宝城、綾斗くん、続きまして、僕がこの人の、あの、弟分やってます。弟、あの、宝城伊織です。ちょっと待って、俺お母さんに恥ずかしいか。いや、違う、お母さんに4年経ってるやろ。そして来ました、うちの、はい、以上です。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 うるさい、はい、自己紹介やっちゃいなよ。みよ、じゃあ、みよ、みよ、昨日本入しました。うそつけ。みよ、とりあえず順次見せ。みよです。よいしょ。どうも。よいしょ。わっしょい。あ、わっしょい。わっしょい。ドンでしょ。わっしょい。今なんか、ドン。カイさん、カイさん、それは、それは。一回やりたかった。ちょっと待って、お母ちゃんコメントくれてるって、ほんまに。カイさん、カイさん、それは。じゃあ、あの、寿司三昧。親戚の田中さんにも報告。ちょっと、田中、田中おらへん、田中おらへん。お母ちゃん見てる。まあ、吉田さんは通りで。こういう自由な感じで多分やってると思う。イェイ。よし。ちょっとだけ温かい目で待ってんちょ、みんな暴走しすぎ。俺も喋りたくない。なんかもう勝手にコメント拾いすぎやから、一回落ち着いて。やり直せ、やり直せ。嬉しいコメント来てますよ、みんな。でも一個言わせてよ。コメントまだ早いです、まだ早いです。でも一個、一個言わせてよ。もうちょい温め、一個言わせて。俺のおかん、みゆき。お母さんって誰やねん。俺、おかん、みゆきやから。みゆき知らんけど。みゆきちゃん、みゆきの可愛いの。可愛いの。ゆかり、ゆかり、ゆかり、お母ちゃん。可愛い。俺のおかん、ちぃ。お母さんの名前言ってく方なのね、今。純子、純子、うちのお母さん、純子。じゃあ、お母さん自己紹介。じゃあ、お母さん自己紹介。お母さん自己紹介。じゃあ、高井さんのお母さんか。うちのマミーは、純子っていう。あ、純子。純子ね。あの、噂の純子。純子ね。純子ね。純子ね。ちょ、待って、乾杯もしてないの。なんで一人で飲んでるんですか。あかんです。あー、じゃあ、とりあえず、とりあえずね。さっきに乾杯だけしとこう。乾杯。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ。はい。あ、俺だけ、俺だけだよ。はい、ごめんなさい。はい、どうぞ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。いや、みんな喋らなくなるやん、だから。あ、じゃあお母さん乾杯とかしたら。いや、なんか一言言いますやん。私も純子とかね。うわ、純子何を。15分。純ちゃん、純ちゃんいる。お母さんじゃない。ちょっと、カイさん、まとめよう言われてます。グダグダやないか、その通り。ちょっと待って、見えてこないやん。その通りです。これね、グダグダじゃないのよ。みんな自由人なだけやから。いや、それがグダグダって言うのよ。いや、そうなんだ。見てる側がね、これグダグダやね。グダグダにしよう。グダグダな感じでいきますからね。まあ、あやとは熱あるから無理しない。そうやね。そうなんちゃう。休憩しちゃう。最初もグダってるからね、もう。休憩しに。俺も帽子でヒエピタ隠してるもん、今。いやいや、帽子でヒエピタ隠してる。俺透明やで、ヒエピタ。透明。なんでヒエピタことあるな、もう。俺もなんか肩にバッシュになってるけどな。ちなみに、俺のおかん、美しい幸せで。知らんから、もうおかんは。おかんもね、ええやん。いや、知ってるから、俺も。知ってるから。お母ちゃん大好きやな、ここ。いや、でもまたこんじゃないですよね。でもお母ちゃん大好きだよ。マザコンちゃうけど、好きなタイプはみゆき。
あ、滑ったこれ、どうする、ね、どうする、どうする、これはどうする、これどうする、これはどうする、ゆるさん、え、ゆるさん、え、なに持ってんの、なに持ってんの、飲みたくないから置いちゃうの。キチガイ、キチガイ、はい、置いちゃったよ。そんな感じで、コメント、俺全然見悪く見えへんだけど、え、本当にこういうフリートークな感じで、え、うん、じゃあやっていく感じで、そうでしょ、まあ、じゃあそういう感じでね、ワイワイやってくって感じで、フリーな感じでいいやったら、俺ちょっとトイレ行きたい。あそれはあかんやろ。ミヤ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 チンチン見してる。撮影前行ってきたばっかよ、お前。チンチン見せたよ。いや、ちょっと緊張してんの。飲みすぎた。もう飲みすぎた。もう金髪のものやってみようちゃん。金髪名前自己紹介改めて。お母ちゃんだよ。お母ちゃんの名前は、お母ちゃんゆかりやで。ゆかりー、お母ちゃんゆかり、お母ちゃんゆかりの人。じゃあお前後ろにいすぎて俺の顔めっちゃでかいみたいな。すげえすげえ、めっちゃ来てる。いや、じゃあそんなんいらっしゃ、俺一番前、一番前やから嫌やねんけど。俺顔でかすぎるみたいな。ちょっと待って、なんか関西人めっちゃおるって来てるけど、関東、東北やで、なんかみおとりょうちゃんはやったらなんか関西人やったら、俺関西人やから。え、俺関西やから。あらんの。いや、関西、しょうがない、しょうがない、それは。No、あれ関西、それもうイメージや。あ、関西人は関西じゃない、あの言うたら九州、九州、一応九州。あの、ちなみに関西人は3人、神奈川出身です、僕は。3人いますよ、3人。関西人手挙げてやって、うん、はい、こっちに置けろ。あ、いいね、一人だけ。ちょ、なんで俺だけコメント乗っかった。なんでだよ、誰だよ、の全員だよ、やめてこれ。でも金髪バリ来てる、好評や、やばー、好評、出ました。いや、来てるよ。いや、俺も金髪、俺なんだよ、もう次からみんな金髪にしよう。いや、でもね、昨日ちょっと緊張して寝れんかったよね、これで。いや、でもね、金髪って頭ハゲるやん、やっぱり。頭ハゲちゃうもん。だからその根元だけ黒に残してんねやんか、今。頑張ってね、頑張ってね。カイリさん、ほら、カイリさんまとめてって、カイリさんまとめて、カイリさんまとめてって、それができたらやってます。はい、ザ、まとまらない店やってます。もう若干諦めてます。いやすごいね。え、金髪ハーフって、りょうちゃんのこと。え、金髪、みんな金髪、みんな金髪？金髪でもほら、金髪ちょっとさ、横向いてて、金髪俺黒やね。あ、来た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 。何？みおさん可愛い。みおさん、みおさん、なんか、うめさんみたい。うめさん、みおしろ。新しいあだ名、ありがとうございます。LINE しようかなって、これ誰迷ってるな、ね、って。いや、まあ、乗っかってるんだよ、ここに。俺ちょっとでもね、どうやここに乗っかってるんで、みんなね。3人だけで。 LINE 苦手やな、LINE。 みんな送ってください、そこに。俺 LINE 登録してる。 LINE よりあのショートメール派。乗っけてないやついるやん。俺ショートメール派やから。え、乗っけてないやつやん。乗っけてないの。ちょ、待って、じゃあ、あの、この一番うるさい人がね、これ見出したもん。じゃあ、チャンス。おさきさん、違うね。横浜行ってことない。優しいのも好き。お、みお、あ、りょうちゃん、これ。え、お、ライン乗ってんから、見て、カカオしようかなって。カカオ乗ってないから、別にな。あれだろ、今のところ、誰も叩かれてはないです。りょうちゃん、行くね。まだ NG ないっすね。ちょ、ちょ、入れすぎやろって、お前、絶対。やかましい、やかましい。あれも、いつもこんな感じで。りょうちゃん、嬉しいよ。りょうちゃん、はい。りょうちゃん、早く。なんかもう、普段通り。すいませんね、なんか、自由で。普段通り。すいません。ダブリーばっか。わらばっか。ゆるい感じで見てください。りょうちゃん、グイグイ。りょうちゃん、グイグイ。むちゃむちゃやろって、ジャッキー。なお前、あれやろ、お前。俺の人気好きだよ、お前。いい感じ好きだわ。人気好き。分かってくれる人は分かってるよね。見よう。え？見よう、クレーム出る。仕事前でしょ。入れすぎやって。しょうがない。めっちゃアップよ、ほんとは。なんで俺やねん。違う、カメラ目線。ダメよ。ほら。あ、カメラ目線。わ、いいね。あ、かわいい。やめろ。はい、かわいい。かわいい、かわいい。やばい、いいよ。タランチュラの赤飲んでてる。置いてへん。置いてへん。置いてたら。つぶすぎ、ワンマンの人置いてる。つぶすぎや。やばー。つぶすぎや、もう。いや、もうちょい。ねえ、いや俺もうちょい濃くてもいいもん。あ、行く？あ、俺ロックやもんだって。とりあえず俺なんかさっきがさ、俺だって俺チューハイロックやもん。チューハイロック。それロックでしょうよ。そんな飲むんだね、みんなね。ロックんどころだよ。でも飲みますよね。グイグイ、ちょっと一人でちょっと喋ってください。俺グイグイしてくんで。チューハイロックで言わないと。いや、お前ら自由すぎるやん。いつもこんな感じで見せてもね。普段通りじゃない。あ、ちょっと待って、じゃあ初回やからやっぱり、あの次から何してほしい。初回さん、僕とりあえず履いてきていいですか。なるほどね。履いてきていい。え、ゲロ履いてきていい。いや、履くのも全部カメラカメラにビャーって言わせ。りょうちゃん、これやばい、これやばい。金髪ベスト8切れそうやな。せやね、よく気づいた、見てるね。いやね、勝ち切るのが目標なんで。そうね。誰も攻めないで。誰も攻めないで。やばい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 。これね、だんだん伸び出してきたらボタンどんどん取れていくから、ほんまに。うん。いや、もう今取ったらええやん。これな。次行ったのか。じゃ
ゃん破れたらお母ちゃん塗ってもらえへん。あ、お前お母ちゃん、お母ちゃん、お母ちゃん登場。嬉しい嬉しい、この番組毎回見るわって。わぁ、ゆかりや、ゆかりや。おいおい、え、もう毎週見てくれる宣言。いや、来ましたね、これ毎週毎週来ましたね、これ最初。この人めっちゃ多いで、これ初めてのくせに、くせにとかしてんの。いやー、嬉しいっすね。あの、ニコニコ動画見てって、まあね、初めて店に来てくれた人、このネックレスあげます。イエーイ、このネックレスあげます。イエーイ、あかんあかん、素晴らしい素晴らしい。これ、みゆきのやつやな、あかん。あ、おかん、おかんしよ、おかんしよ。みゆきだし、どうやって出てこんだよ。そうそうそう、おかん出てきすぎる。おかん大好きやな、ほんまにも。一つ俺言いたい。何で頼むから、金髪の名前教えて。りょうちゃんだよ、何回も言うとね。あ、相変わらずで、りょうちゃんやで、覚えて、そろそろ。ちょっと待って、一回みんな落ち着いて、金髪の名前マジ教えてって来てる。3回ぐらい言うてるからだ、ほんまに。りょうちゃん、りょうちゃん、どうも、りょうちゃんです。どうも、よろしくやで、ほんまに。あ、みよちゃんと金髪通るだろ、マジで。そうだよ、りょうちゃん、何や、ほんま、うまいな。金髪かぶりや、俺ら。まあね。あ、じゃあレギュラー、レギュラー最後やな。ちょっと待って、もう他の3人いらないみたいな、他の3人いらないみたいになってるから。りょうちゃん、ラブラ、準レギュラー。よかったよ、りょうちゃん。俺ら帰ろう。でも、あ、来てる来てる、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと待って、めっちゃ来てるよ。もしかしてお母ちゃん、俺なんか人気やで、りょうちゃん。絶対お前の母、お前の母ちゃんや。お母ちゃん、もう一回振り、もう一回振り。金髪の名前なんだっけ。何回目、4回目。どうも、りょうちゃんだよ。覚えろって、ほんまに。そろそろ絶対いじってるよ、ほんまに。絶対いじってるよ、りょうちゃん。やほら、だからりょうちゃん、ぶーちゃんって誰や、お前。おい、はいはい、お前一生分言われてんだよ、名前。絶対これ、何も買ってるやろ、誰か。絶対これ、いいじゃん、いいじゃん。りょうちゃんだもん、みんな見れるから、真ん中でも。オッケー、もう待って、分からへんやん、ほんまに。カエリさんもいじってあげて。あ、ミオハッピーバースデー。あ、でも来月ですよ、俺。いや、なんかそういう、なんかシャーなしで言われるから。もう一回やるよ。いや、ついでにとか。ちょっと待って、誰が放送しかやってきた。リョウの誕生日。誰が放送しかや情報の下。10月20日、23歳、大正解です。大正解。あなたはもう、あの、初回料金に200円でいいです。ただ言うとこで、身長は168センチでした。無理やりやな。身長お前、サボ読んだの。4センチ持ってない。リョウちゃんのおごりで、もしくはタダでもいいです。なんでやろ。りょうちゃん200円でいこう。俺にプラスないやん。りょうちゃん300円払うから。え、あ、自腹。そう、自腹。ほんまになんかお腹ほんまに8点差やねんか、今。まあね、りょうちゃんと出すからね。大丈夫だよ。でもこの番組30分しかないからね。まあ初回ですからね、これ。まあ人気出てきたらね、また1時間ぐらいに。そんなシステム増えるんです。まあ徐々に増やしてく。増やしてく。いう感じにしましょう。週3で、週3でいく。ちょっと待って、ブーちゃん可愛いって。どっちのブーちゃん、どっちのブーちゃん。ちょっと待って、あやと声張ってやって。あ、じゃあ僕あの体調不良ですから。そうだ、ヤンキーやお酒ちょうだい。来週から行きます。あれやる、多分気絶寸前でしょ今。お酒寸前だから39度8分あるっていう。あっ、自分で入れてるやん。割物。いやでもね、じゃあほんまにちょっとあの次からどんな感じでいくかっていう、それほんまにちょっと今コメントでアンケート取りたい。もうでも毎回これでいい。取りたい、これでいいじゃん。うまくまとめたね。ちょっと待って、ほんまにウロスちょうだい、ちょっと。ああ、ロックちょうだい、ロックじゃない。ちょっと仕事中にしたい、それは。もういいやん、これグイグイしたい。これグイグイ、逆にしたい、これ。いや、みんな飲むね。ウーリョウちゃん。あ、どんな感じにするか。若干俺、コーヒー。あのね、みんなね、見えてるか。ちょっと微妙に下の方で見えてんかもしれんけど。一番左のカエリさん、これしか飲んでへんから、みんな。スターバックスなんか言って、ほんまに。ナリバックス？なんか言って。りょうちゃん、写真イケメンや、写真詐欺やで。ただのバックス、ただのバックス、バックス。乗り物や、乗り物。乗り物にしたらちょっと黒い。色が黒い。俺か、あれオートバックスやろ。オートバックス。オートバックス？でも、いい感じで喋れるんだね、みんな。いやね。これ混ぜたっけ、俺。いや、でもちょっとカエリさん、もうちょいグイグイ。いや、いい感じ、いい感じ。あ、待って、カエリグイグイまで。3、3、2、2、1、1。おい、誰だ、手組んでんの、手組んでんだろ、マジで。絶対手組んでんの。ゲイ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 、よし、ゲイ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 、よし、ゲイゲイ、よいしょよいしょ。やば。結果飲むっていうね、スタバを飲むっていう。いやいい感じ。おお、はいはい。お、あ、CM？ あ、早くね。じゃあちょっと初めての CM に行きますということで、これだけ言わせてください。はいはい、一旦 CM です。嘘や。レイ、深澤、たくみ、あさひ、あやと、みやび、かいと、松岡、じゃーん、オーバー。今やゆきやも歌舞伎のナンバーワンか。この状況でまだ半分も伝えきれてないのが面白い。全部教えたらこいつらはどこまで成長してしまうんだ。4000万の売り方教えます。いや、まだ全部教える時じゃない。
BS グループ。終了。マジ終わった。あれですよ、呼ぶしかない。パレさん、今電話して、イートン方式で。
え、多分今ジム行ってると思う。あジムに行ってると思う。普通に電話かける。電話かけて来週かける。別に横浜帰ったら会えんのに今電話しちゃうみたいな。電話しちゃう。後で会えますよ。クラブ北条ね。クラブ北条じゃない。クラブ北条じゃない。ちょっとそっちの方が面白いからそっち行ったら採用っすか。採用っすか。クラブ北条さんでなんかハグしますみたいな。北条やばい。クラブ北条一番偉い人来るの代表です。代表です。そう、僕は違うんで。代表です。一番偉い。いやでも、でももう今月の末でね、次期代表。あ、そうだね。いや、全然僕の上に2人いますんでね。え、それは会長でしょ、会長。会長。全然、全然下っ端ですよ、僕なんか。いや、そんなことないでしょ。あ、わかりました。生電話して。飲んだろ。生電話。あ、多分あの専務。じゃあちょっとあの生電話してみますか。あの会長に。やるわデブユータ。この方じゃ違う。やるわデブヤ。いや生電話しても、いやだから。いや向こうの会話が多分届かないよ。やるわテレビ電話にして。あ、なんか。あ、あ、あ、リキちゃん。やばい。リキちゃん。それはね。仕事早いな。何やった。え、こういう番組ありましたね。なんかあの電話するみたいな。え、全然それ。いいとも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 。こういう番組。いいともいいともいいとも。言ったよ。いいともごめんなさい。いいともかもミリオネアぐらい。ちょっといい質問ってな。質問ってな。なんか何回さ金髪の中でミオミオあれやろ。なんかいいとも終わってもだろ。放送終わったから。そう。あれはまだ僕らが受け継ぎます。ちょっと待って。え、これタモさんやんの。どうするのこれ。タモさんやんの。これどうする。あらともあらとも。これを。これを。なに何。カイさんのイヤホン。来た来た。僕イヤホンジャックないんですよ。ガラケーなんで。ガラケーちゃうやん。北条グループで。あ、俺ちょっと携帯持ってないんですよ。自分のボスに。自分のボスに電話しながら。俺携帯持ってない。はい。でも次期代表がやっぱり MC なんで。MC？ まさに今電源落とすとかやめてください。でもなんか朝こんあの店のグループラインに今日の放送見るよって言ってたの。多分見てますよって。じゃあ見てますよ。見てますよ。ジムにいたら見ちゃう。音変えね。まさにあの今から向かってくれてもいいですよ。全然。いやもう終わっちゃう終わっちゃう。いやじゃあね。もう全然今から。でもまさに走んの超早いから大丈夫。それ問題？走んの超早いからですよ。あと8分ぐらいあります。行けます。電話しましょうしましょうしましょう。それこれ。チュンチュンチュン。よし、なんつった今。りょうちゃん、早く手伝して。おじゃ、りょうちゃん、早く手伝って。はい、プラグイン。どうする。まさかよ。あ、よかった。映ってるって。もうちょい、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 もったいな、もったいな。おかん、悲しむよ、おかん。プラグイン、プラグイン、プラグイン。ほら、入ってるよ。前すぎるわ、ちょっと、なんか。違うとこ入るやろ。ちょっと待って。え、まさに繋がった。まさに繋がった。繋がってましたけど、ちょっと途中でなんか。いやー、ちょっと電波悪かったっすね。電波ちょっと悪いよ。ここウィーフィー通ってないから。うち電話したらええやけど、ほんまに。これウィーフィー通ってない。ウィーフィー通ってない。ウィーフィー通ってない。電話しないんかい。いや、電話しないんかい。する流れちゃうの今。多分まさにちょっと期待してたらどうすんだよ。全部こうやって待ってるよ今。まさにこうやって待ってるよ。おい、かかってこねえのかよ。なんでやろ。全部ここで出してしまったら次この後ありますもん。あ、ね。あ、来た。確かにね。ウィーフィー。あ、ほら、ウィーフィー。ウィーフィー。あ、ちなみに Wi-Fi のことは Wi-Fi。Wi-Fi もウィーフィーって言うね。あ、多分わかるやろ、もう。ウィーフィー。あ、そう、ウィーフィー、ウィーフィー、ウィーフィー。もう初回ウィーフィーって言って来てくれたらもう15万で取ります。高い。安い。なんか罰ゲームや。安いね。全然安い。すげえ。お、来た、ウィーフィー、ウィーフィー来たで。ウィーフィー高いって。ウィーフィー高いよ。え、ちょっとコメントあおっていい？コメントあおっていい？ちょっと待って。みんな、せーの、ウィーフィー。俺だけもしかして。グイ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 よし、グイ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 よし、グイ。来てるよ、来てるよ。やばい、来てるよ。やばい。今年ウィーフィー。これでも、1ウィーフィー。1ウィーフィーなんぼ？やだ、ウィーフィー言うた。今年ウィーフィー、流行語やわ。グイグイ言うたらな、まあ、あの他人のパクリやけどな、これ絶対。うん、待って、リョウビー、リョウビー、リョウビー。ちょっと待って、俺絶対さっきから飲みすぎって言うな。いや、ちょっと待って、だから、俺思った。ちょっと待って、ブカ一日3回セックスしてくれんやったらええよ。リョウちゃん、やばいよ。新しい就職。お前、就職先見つかったら、ちょっとホストやめるわ。どうする、この出張ホストやったら。え、出張するよ。ブカ、まだ。もう部下に公認やで。マジで？やばい。ウィーフィー。入ってます。一日三回やってくれたらええんかい。いや四回でも五回でもええけどさ。あ、そっちか。りょうちゃん早く。やめなさいっつうのそういうのは。りょうちゃん。りょうちゃん。お母さん見てんねやろ、おかん。お母さん忘れとった。お母さん見てんねんから。お母さん嘘やで。りょうちゃん童貞。
童貞お向こう行くまで絶対刺さけへんで、ね、そう、うん、よく言ったよし、もうあのねコメントね、もう僕童貞コメントはあのウィーフィーしかあれへんからコメント拾うとかも何もないから俺、多分俺のせいやわ、俺がウィーフィーやいやほんまに俺が言うたからいやこれもえ、これ大丈夫、これすごいね、25大丈夫だよ、全然大丈夫え、でも嬉しいでしょ、こんな書いてくれたらそうですね、嬉しいですよねだいぶ嬉しいよねあやてぃ大丈夫大丈夫だよ俺も来週引いたあのね、いや来週まとめてって言うけど来週ねやめろよ、恥ずかしいもう恥ずかしいからやめろよ、そのコメント僕りょうちゃんですえ、りょうちゃんそんな人やったんやりょうちゃんりょうちゃんそんな人やったんや、ね、隠してたんだよねそう、実はりょうちゃんウィーフィーやからねウィーフィーでもウィーフィーマックスやウィーフィーマックスやりょうちゃんやっぱプラグオン流行るだよ振るよプラグオン振るよえ、自分からあの、ちょっと待って、ね、え、映せます顔お前赤すぎるまあちょっと残り時間も少ないからね顔赤すぎるよちょっとそろそろまとめていこうかそれあと何分、ね、そんな感じ、うんあもうあと残り少ないですね。うん、残り少ないから、うん、おいパツキン。毎週ほら。パツキン。初回の宣伝。まだ涼ちゃんの前言っと。初回の宣伝。何ですか？初回なんぼ。もう行こうかい。初回なんぼ。初回通常？通常じゃない。なんと、あ、ニコ生見たで。見たで。一時間。おお。500円。ウィーフィー。ウィーフィー。安い。高い。ブー。高い。安いやろ。違うお前絶対お前絶対違う、お前こっちサイドだから初回お前はこっちサイド498円。あんまり いや違う、それお釣りめんどくせえ、お釣りめんどくせえ、それマジで普通にウィーフィーウィーフィーいやもう締めウィーフィーや、あ無料ウィーフィーしか言うねん、無料にして、まあ、一応待ってますんで、そこはもうカイリさんに直接プラグオンしちゃってください。カイリさんにプラグオンして俺がされるの？直接ね、俺がプラグオンするんじゃなくて、いやされる方でしょ、マジか、される方。あーちょっと待って、あーもう1分前、そう時間がね、ワンワンミニッツ前やっとね、これを見てくれてるホストをやりたい方、はいはい、あそう、従業員募集してますんで、大事それ、よろしかったら連絡ください。まあこんなやつでナンバーワンなれるんで、もうね、浜は希望も夢もナンバーワン、そんなやつとか言ったらありますよ。ナンバーワン慣れてないやつどうすんねん。アルバイトリーダーでーす。アルバイトリーダー、はい、それではやばはい、まあね、じゃあ来週も見てよ、まあ、楽しんで見てくださいということで、まあ良かったのかな、これで、ね、いや、こんな感じ、最高、まあっという間についちゃいましたけど、ね、30分早いね、ちょっと、まあ、でも、ちょっと待って、もう一杯だけ飲んでいい、これもう一回飲んでいい、飲んでいい、よし、まだ時間あるから、うん、ミオでした。じゃあと何秒前ですか、あと、あ、10秒です。あ、来ました、10。あ、はい、それでは続きは続きお店の方で、ああ498円。498円やで、安いよ、バイバーイ。全日本ホスト歌がうまい王座決定戦、全国1万人の在籍ホストからたった一人選ぶ今大会で、本格的アーティストデビューするのは一体誰なのか。参加資格はホストであることのみ。現在参加者募集中。ナイトチューブはあなたの夢を応援します。チケットお問い合わせはニコナイト @nightchube.net まで。でもなく黙り込んだことに疲れ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで、抱き込んだ仮面を舐め、落下に紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。